ある200型と同型のサルデーニャ鉄道ある240系の廃車隊南サルデーニャ鉄道ある200系。機動車はイタリアのサルデーニャ島南部の私鉄であった南サルデーニャ鉄道で使用されていた機械式機動車である。イタリア西部地中海に位置するイタリアで2番目に大きな島であるサルデーニャ島では 主要な幹線を運営する 1435mm 期間のイタリア国鉄路線のほか、いくつかの私鉄路線が付設されており、多くの路線はイタリアでの狂気の標準である 950mm 期間のものであった。その私鉄の一つである南サルデーニャ鉄道は、サルデーニャ島南西部と道東南西端部で、 陸警察でつながるサンタンティオーコ島に 79.3km と 33.1km の日本の 950mm 期間の路線を運行しており、沿線の旅客及び農水産物等の輸送のほか、カルボニアやイグレージアス付近に点在する炭鉱から産出する石炭の輸送も主要な用途であった。同鉄道では1926年の開業以降、 ブレで製の100系101から108号機が蒸気機関車が客車と貨車を牽引する列車で運行されていた。一方イタリア国内では1930年代以降リットリナと呼ばれる1機もしくは2機のエンジンを搭載した機械式の軽量機動車が各地で導入されており、省力化や高速化、サービス向上などが図られていた。 そこで、同鉄道でも換算区間や時間帯のローカル輸送用に、リットリナによる列車を運行することとなり、1936年に導入された一等、二等号作り機動車が本港で記述するある200系である。本形式のメーカーであるフィアットの型番は019であり、ある201から204号機の4機が導入されている。南サルディーニャ鉄道の路線図。 ありがとうございます。